はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はコラボ動画、ラーメン予備校さんとのコラボ動画となっております。もちろんご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、改めて自己紹介の方で、ね、はい、改めましてラーメン予備校というチャンネルをやっております、村上れんげと申します。北川メンマと申します。はい、本業ではしずる村上といって、そうですね、あの相方の池田とコントをしてるんですけど、はい、こちらのチャンネルの方では村上れんげといって、全く浸透はしておりません。今回ね、あのコラボさせていただくラーメン予備校さんの方で、はい、先日ちょっとあの中本さんの魅力について、もともと30分の尺の予定が1時間以上話し込むってい う、 もう中本さんはまあ辛いのだけじゃないんだよという、そうですね、まあ、本当いろいろな魅力をお伝えさせてもらったんですけど、ちなみに今日頼むメニューとかでもお二人は決められてます？いや、もうせっかくなんで本店に来させてもらってるんで、やっぱり中本の辛さの象徴である北極に初めて挑戦したと思います、はい、なるほど。僕はその辛くないラーメンも美味しいよっていう話を、はいはい、ブラスカルさんが聞いたんで、うん、今回はその塩タンメンとか無辛のメニュー行こうかなって思ってたんですけど、本店に来てここに座って感化されて、やっぱちょっと辛いのも行った方がいいんじゃないかなっていう気持ちに今なってて、先ほどお店の方から塩タンメンに小鉢で北極スープがおすすめだよという。あ、じゃあスープで、スープつけましょうかね。中本さんって他の辛いお店と違ってどんだけ辛くても旨辛なんで、実はいけちゃうっていうの結構ありますね。じゃあラスカルさんはどうするんですか？そしたら僕は北極も行かれるってことなんで、はい、それに対してさらに辛いものということで、一番レギュラーメニューで辛い冷やし味噌、これ辛さ10のやつですね。冷やみって言われるやつですね。冷やみってやつですね。ちょっと今回僕はそのマックスの5倍の辛さで、ちょっと意味が分かんない桁違いすぎちゃって、もうちょっとプラスアルファで丼物、はい、あ、出た。まあラスカルさんはそれ言っても朝飯前ですからね。まさしくそうなんですよ。これももちろん大盛りさせてもらって、ちょっと大食いならではの最近セットにしようかな。目の前で見れるよ。もちろんあのチャレンジとかではなく、はい、デビュー戦として、デビュー戦で楽しんで、楽しみましょう。ご飯をしましょう。うまさからそう、はい、やってください。北極野菜の野菜大盛りで、はいはい、でネギので、僕はあとほうれん草、あ、いいですね、で納豆、あ、いいですね、こんな感じです。これがなんかまた中本に来たって感じします、ね、わかります、わかります。そうなんですよ、これが限定の応募麺でございますね。僕飯もありますね。プチライスじゃなくて俺こっちにしてみようかな。あれじゃないですか、もちろんなかなか食べれないですからね。やっぱりこの中本さんのこれ良さでもあり、はい、僕らにとっては困ることなんですけど、券売機に来て迷うっていう。そうなんです。決まってるのに迷うんですよ。後ろの人のプレッシャーがあって、その時はあ、先行ってくださいって結構あるあります。ラスカルさんのチャンネルということで、ラスカルさんもおごってくださってます。ありがとうございます。こちらの経費で落とさせていただきます。いや、それでもありがとうございます。僕は、はい、だから塩タンメン、半ライスに行かせてください、スープですね。そしたら僕は、はい、あと冷やみで、で、北極味玉、ゆで玉、ネギ、海苔、海苔もいいですね、ほうれん草に、チャーシュー2枚、蒙古丼に、ライス大盛りと、はい、すげえ、こんな感じで、やりすぎましたね。いいですね、はい、ちょっとこれでいきますか。いきましょう、はい、いきましょう。まあ、電子の到着いたしました。はい、はい、めっちゃ早いですよね。しかも早い、こんだけ量作っていただいてるのにだいぶ来るのが早い。技術が高い、この量ですね。いっぱい遠くしたいんですけど、はい、伸びる前にいただきます。はい、そうですね、行きましょう。じゃあすいません、いただきます。いただきます。いただきます。乾杯です。デビュー戦に乾杯で、はい、はい、辛さと合いそう。じゃあちょっとスープからいきます。生まれて初めての北極、うわっけすごい、もう来てます。後から来んだね。でも旨味だね、うん、最初に旨味だもん。すぐ辛さじゃないんだ。この麺ですよ、このね、小麦の力の強い。待って、麺リフトどんだけ下手なの。具だくさんすぎちゃって。いただきます。辛いけど、うまい。これは経験するでよかった。もう嬉しい。デビュー戦で普通にするのすごいですね、北極。行きました。うわ、めちゃくちゃうまいわ。俺行くかも今度から北極。あ、なんか北極今日頼まなかったらちょっと後悔してきてうまそう。メンマさんもぜひ伸びちゃうんで、いただきます。初塩タンメン、あー、うまー、スープうまー。
いすすりですね。ラーメンうまいっすね。地獄でしたね、呼ばれが待ってなってたんで生殺しですもんね。お待たせしました。おー、そのまま麺だけね。まずはそのままいい顔してる。本当この麺なんですよね。そう。で本当にここでしか食べれない麺なんですよね。こんだけしっかり締めてて、もう芯までキンキンに冷えてるのに、ちゃんと小麦の香りがするんですよ。すごいですね。やっぱりね、締めてると感じにくいですけど、全然そんなことないです。失礼いたします。沈まない。こういうことなんですよ。こういうことなんですよ。そうなんですよ。ドボッと。ちょっとこれ。うまい。辛そうに見えない。5倍に見えない。うまみがツコーンってくるので、もう辛いのがどうとかはもう、はいはい、2の次、3の次って感じですね。はい、じゃあこのボーボー飯。うわぁ、うまそう。いってみます。あっかいよ、これも。いただきます。うん、まっ。辛っ。ほんで。エビの香りすんご。そうだね、ちょっと言いたいこと山ほどあるわ。美味しいし辛いし、鼻の中にこうやってエビ抜けてるしさ、唐辛子だけじゃないスパイスの感じ、これうまいっすわ。これやっぱり中本さん、もともとエビジャンっていうエビのトッピングだったりとか、はい、和風黒北極っていうイカ墨を使ったメニューとかあって、もともとエビを使ったりイカを使ったりっていうメニューがあるので、やっぱこの出汁の取り方ってのはほんとうまいんでしょうね。で、魚介使ったやつうまいですよね。うまいです、ものすごくうまいです。軽くディップしてみます。ちょっとだけにしな、ほんとにほんとにちょこっと、うん、そんぐらいがいいよ。あ、やっかやっぱりな、ジョンでめっちゃ辛いっすね。北極スープはすごいよ。唇がアスカルさん、淡々と一番赤いもん食ってるめちゃめちゃうまいっすよ。まだ辛とかっていうワード一切聞いてないこんな食べれると思わなかった、北極を美味しく。どうしてもこう、皆さんのイメージ的にやっぱりその辛いのが先行してますけど、こういう動画を見てくださって、本当にそのうまいが先行してることは本当分かりますよね。うまみのあるスープじゃなきゃ、この辛さと、いや、そうなんですよ。最初できないですね。結局ぼやけちゃうっていう。メンバーさん、どうしました？メンバーさん、メンバーさん、どうしました？券売機にバスタオルってありましたけど僕もいいですか、ちょっと追加で。え、見てるだけで辛いって、それ追加。いや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 、止まんない。追加しすぎでしょ。日本の法律で禁止されてるよ。あ、本当だ。でもやっぱり唐辛子は一定の辛さまでしか上がらないので、どれだけ入れても限度があるというか。そうなんですか。そう、量が食べれるってだけですか。やっぱ中本さんの元々のベースの唐辛子が旨味が強かったりするので、はいはい、いや俺ちょっと北極舐めてたって言ったらあれだけど、ラスカルさんが言ってたみたいに10の辛さに関しては、うん、痛みの奥のうまさなんですね。汗だったりとかも含めて、その食べ終わった後の満足感というか、はい、やりきった感があって、爽快感というか、そうなんです。で、また恋しくなっちゃうんですよね。これだから無限ループなんですよね。そうなんですよ。だから美味しさ急に来た急に来ましたね、気管に北極が辛さが悪いんじゃないのよ、俺の食べ方、気管に直で行っちゃったのよ。なるほどなるほど。ダイレクト食べ方気をつけてください皆さん。これ足しましょう。うん、確かに足したらね、そういうの飲んでみなよ。いや、うまいんだよな。うまいんすよこうやって大人になっていくんだね仲間と食べる上でボーボー飯、うん、全部いただきます。紅生姜いいっすね。うん、紅生姜もマックです僕。よいしょ。着々とスープに赤みが増してきましたね、だいぶ。そうですね、色ね、変わってきましたね。スカルさん、それは何という料理ですか。これはもう締めの僕混ぜそばなんですけどセルフの混ぜそばですよ。頼んでましたっけ、締めの混ぜそば。冷麺とかつけ麺系を頼むときって最後までトッピング、ほうれん草とか取っとくんですよ。へえ。で、最後の二口ぐらいの麺になったときに全部投入して混ぜた後にトッピングを混ぜる。なるほど。うわ、いろんな楽しみ方がある。クロートだな。いや、もう本当にこうやってそのお客さん一人一人に対してやっぱりトッピングとかカスタムの仕方が無限なので、はい、やっぱりどんだけ好きな人でも同じ食い方を皆さんはしないっていう、うん、だから本当にこう敬遠してる方とかたまにしか行かない方でも自分のビシッとハマる食べ方見つけてほしいですね。
いや僕はいただきました。シルカンはさすがに無理なんで。シルカンはさすがですね、うん、デビューとしてはなんかすごい健やかな。確かになんかつきものが落ちたような。うん。なんかね、目が一回り大きくなってない？大きくなりましたね。まさに海岸。まさに海岸。北極を食べたから見える景色を、うん、これはやっぱ何でも経験体験しないと無理のない範囲で。この道行き過ぎるとあの。そうです、はい、はい、僕の道が悪いみたいな言い方するのやめてもらっていいですか？みたいに入れます、とりあえず全部いける。いい色になってきたじゃん。いや、ラスカさん、うわ、油断してたらもう完食じゃないですか。てか、よく考えたらラスカ量もすごいんだよ。俺ら忘れてたけど、食べるペース早くて、はい、うわー、すごい冷やみだからさ、漬、はい、け汁全部飲んじゃってるからね。じゃあ普通のラーメンの方とかでも、まあ、北極とかでももちろんスープでもご飯のお供になるんですけれども、はい、やっぱりちょっと塩分濃度が高い分、うん、これをかけるとまた一味違った良さがあるんで、スープも行きたくなるっていう。いや本当にいろんな食べ方ができるし奥が深い。中本さんの道にはまってしまうともう抜け出せない、はい、確かに。あれ普通に飲んでなかった？飲んでます。あれもう丼持っちゃった方がいいんじゃない？もう口から行ってみるわ。なるほどなるほど、ちっちゃい分なるほど。最初の一口食べた時の辛ってあったじゃないですか、うん、あれはもうないんですよ。すごい馬が結構強くなってきた、支配してきてる。すごい後半のキッスはないっすもんね。ないですね。後半の方がむしろうまくなる、うん、なんなら寂しいんだよ後半。わかりますね。あ、今日もう終わりかみたいな。終わりかっつって。あれ、えちょっと待ってください。マジっすか？横顔かっこいいんですけど。あれメマさん、だ誰も頼んでないのに。うわ、すげえ、すげえ、シルカン。お前こういうことすると俺がなんかダサいみたいな。そんなことない、辛さが全然違うんです。いやでもマジで美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。北極うまいな。これ全部入れたスープが一番うまかった。嬉しい。前回ラーメン予備校さんの方で、うん、あんだけ熱弁した甲斐があったというか。そうですね。でも本当ここまで来れたのはラスカルさんのおかげですから。いや本当にこれをね見てから、もしかしてラーメン予備校を見る方がいらっしゃったとしたら、うん、彼がもともと中本に対してどんだけ子ウサギのように怯えていたか。辛いものがどんだけ苦手なメンマさんが、うん、なぜここまで行きたくなかったかっていう道中をラーメン予備校さんの方でね、いろいろと話してますんで、もうぜひそちらの方もチェックしていただいて。お願いいたします。はい、この子がこれ食べたのってなるよね。来てよかったです。いや今日改めてありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございました。いや本当に美味しかったです。いや最高のご飯です。最高です。自分の動画なのにかかわらずご飯を楽しみすぎて今エンディングが見当たってない。もうこれで締めていいかなって思うぐらい。はい、もとそうか。確かに。もうただのご飯になってしまった。ただためにごちそうを食べただけという。そうです。じゃあうちのチャンネルはこんな感じでゆるく締めさせていただきます。はい、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。